ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓童作、銭形平次捕物控えより、幽霊にされた女、初出オール読み物、1931年、昭和6年8月号より。それでは本文をどうぞ。幽霊にされた女、第一章。親分、聞きなすったわい。何だ想像し。銭形平次の家へ飛び込んできた古文のガラッパチは、消し玉絞りの手ぬぐいをわしづかみに、酒焼きから鼻の頭へかけて滴る汗を拭いております。大変なことがあるやつで、また清姫がアンチン追っかけて日高川で蛇になったての話だろ。冗談じゃねえ。今日のはもっと息のいい話だ。何しろ仏様のねえお弔いを出したのはお江戸系不儀礼だろって評判です。何？仏様のねえ弔い？どこにそんなことがあった？平次もつい乗り出しました。日頃は話半分しか聞かないガラッパチですが、今日持ってきたネタには何かしら人の好奇心をそそる重大性がありそうです。大宮の小町娘おひなが行方知れずになった話はお聞きでしょう。それは聞いた。観音様へお参りに行った経理、友をしていた女中の目の前で行方知れずになったという話だろう。それが海川に落ちて死んだか人手にかかったが、3日目から毎晩のように化けて出たって言います。怪談話なんか聞いてやしねえ、バカ野郎。バカ野郎は情けねえな。それがみんな本当の話なんだから恐ろしい。それで仏様のねえ弔いを出したって筋だろ。暗記型の怪談じゃねえか。江戸系不異例もねえもんだ。ところがね、親分、それがみんな幽霊の注文なんだって言います。何？幽霊の注文？贅沢な亡者もあったもんじゃねえか。弔いを出してくれなきゃ浮かばれねえから、私の持ち物のうちでも日頃から大事にしていたものや金目のものをみんなまとめて、体の代わりに小判で300両棺桶の中へ入れて、祖先の墓のそばに埋めてもらいたいって。ふっ、そら本当か？本当も何も町内で知らねえのは銭形の親分ばかりさ。とんでもねえ野郎だ。俺の住んでる町内でそんな人を舐めたことをしやがって。ガラパチ来い。帯をキュッと締めなぼすと、白磨きの実手を手ぬぐいに包んで懐の奥へ、朝浦も突っかけてパッと外へ飛び出します。親分、どこへ行きなさるんだ。断っておくが、わしのせいじゃねえぜ。平次の意気込みに驚いて少しおどおどするのを、何がつまらねえ。俺もてめえのせいだなんて言いやしねえ。その面はまた幽霊に向く人相じゃねえよ。浅草の化け物小屋で大入道の役者を一人欲しいって言ってきたぜ。ちっ、怒るな。八、大宮へまっすぐに案内しろ。親たちに嘆きをかけた上、背筋までせしめようというのはいかにも憎い幽霊だ。3日経たねえうちにきっと天道様の下で化けの皮を剥いでやる。へえ、恐ろしい意気込みなんですね、親分。覚えておけ。俺はそんな細工をする化け物は大嫌いなんだ。まだその頃は若くもあり血の気も多かった銭形の平次は、こう言ってその太い眉を潜めました。歓迎から明暦万字年間へかけて鳴らした捕物の名人一名しくじりの平次は、水際だったいい男でもあったのです。第二章。花川戸の七両替え屋大宮治兵衛は、観音堂の屋根の見える限りでは並ぶものないと言われる大武芸。女房お豊との間に生まれた一人娘のおひなは、江戸の町娘の美しさを一人で代表するのではないかと思うような素晴らしい器量でした。あまり美しすぎるのと親たちのより好みが激しいので、18の夏までも定まる婿がなく、贅を尽くした振袖姿をお友達さんに町へ現しては界隈の
冷や飯食いの新婚を奪うというありさまだったのです。ある日、女中のお生と一緒につい目と鼻の観音様へお参りをして伝法院の前まで来ると、お生はほんのちょいと目をそらすうちにお雛の姿が見えなくなってしまったのです。大地へ吸い込まれたか、それとも仁王様のわらじに化けたか、そうでも思わなければ考えようのない不思議な失踪にお生はしばらくあっけに取られてしまいました。多分よそ見をしているうちに自分へからかって先へ帰ったのだろう。そんなのんきな心持ちで主人の家へ帰ってきましたが、元より先に帰ったわけではなく、お雛の姿はそれっきり誰の目にもつかなかったのです。大宮の騒ぎは大変なことになりました。出入りの頭を総大将に、番頭を小祖母から出入りの飽きんと町内の若い者まで借り集めて、観音様を中心に界隈の路地裏からゴミ箱の中までも探し回りましたが、どこへ消えてしまったか影も形もありません。あまり綺麗すぎて魔が差したか、人買い人さらいといった類の悪者にしてやられたか、それとも美しい虹のように蒸発してしまったか、噂は噂を生んで再現もありません。三日目の夜でした。店の大戸を下ろしてしまってからほとほとと叩くものがあるので、そこにいた小僧の金吉が何の気もなく臆病窓を開けてひょいっと覗くと、つい軒の下の暗がりに紛れもないお雛が水に濡れたような姿でしょんぼり立っていたのです。向こう側の屋根の上にかかった青白い月に照らされて、それがまた何とも言えないものすごさ。あ、お嬢様。慌ててくぐりを開けて店じぶの人が飛び出しましたが、夏ながら凍るような月夜でありのはうのも見えそうですが、金吉が見たというお雛の姿はそこにはありません。バーク、夢でも見たんだろう。大僧たちに叱られて金吉はべそをかいてしまいました。しかしちょうど臆病窓の下、乾いた土の上が一尺四方ばかり、そこだけぐっしょり濡れているのを見て叱った大僧たちも思わずはっとして顔を見合わせました。あくる夜の八つごろ、上手に起きた主の治兵衛がふと夕べの話を思い出して、手洗い場の障子を開けて丈夫にできた格子から月明かりに透かして中庭を見張りました。期待するような物懐かしいような、そのくせ恐ろしく歯の根も合わないような異様な心持ちで右から左へ目を移すと、灯籠の影から半分体を出してこっちを差し覗くようにしょんぼり立っているのは紛れもなく娘のお雛。青白い額口から少しばかり血をにじませて白々としたものを引っ掛けた姿はこの世のものとも思われません。あ、お雛じゃないか、お待ち。横手の雨戸に飛びついて王朝人らしい厳重な締まりをガタガタ外し、一枚開けると夢中になって中庭へ飛び出しましたが、この時目に触れるものは時代のついた石灯籠ばかり、お雛の姿をかき消すように失せてしまいました。お雛はどうかしましたか。女房のおとよも寝巻き姿のままで飛び出してきましたが、主人治兵衛が庭石の上にどっかと腰を下ろして狐につままれたような顔をしているのを見るだけ、傾く月影に透かしても猫の子一匹隠れる場所があろうとも思われません。
第三章。親分、こういうわけだ。親としてはこれほどの嘆きはない。死んだなら死んだでもいい。せめてその弔いだけでも出してやりたいと思うのも無理はありますまい。大宮の主人治兵衛、ちょうど折よく訪ねていった銭形の平次を奥へ障子入れて、娘の行方不明になった後先から空の葬式を出したいきさつまで詳しく話しました。お察し申しますが、それは世間で言うようにやはりお嬢さんの幽霊の望みでなすったのでしょうか。とんでもない。娘はそれからも二三度姿を見せましたが、一言も口を聞くことはございません。空葬式を出せと言ったのは、それ伝法院の前にいつも出ているあの駅舎。へえ、乾燥院とかいうひげを生やした駅舎の勧めでしたよ。へえ、あんまり娘がかわいそうで、死んだものなら亡骸を探し出してせめて葬式だけでも出してやりたいと家内がしきりに言うので、乾燥院へ行って駅を建ててもらうと。これはいけない。娘さんの遺骸は海の沖へ流れてしまったから、二度と再びこの世の人の目に触れることではない。そのためにあの世の苦言は大変。娘さんをかわいそうに思うなら、日頃大事にしていた品と300両の小判を棺桶へ入れて菩提所へ葬ってやんなさいとこう言います。でその通りなすったのでしょうな。致し方がありません。私どもに何の考えもあるわけはなし。それくらいのことで娘のご所望が楽になれば、まことに安いものでございます。治兵衛はこう言ってうなだれました。見たところ40分前後、大家の主人らしい落ち着きと品の中にもなんとなく迷信深そうな徳実らしさも思わせます。驚きなすっちゃいけませんが、お嬢さんは生きてやすよ。え？出し抜けな平次の言葉に治兵衛はのけぞらんばかり。お聞きでしょうが、あっしはめったなことで自分から飛び出しやせん。お上の御用は務めておりますが、人に縄を打つ長兵衛の浅ましさをつくづく知っているからでございます。ところが古文の者の話や世情の噂で、お宅のお嬢様の災難も聞いて、あまりのことにじっとしていられなくなって、つい押しつけがましくやってきたようなわけでございます。お嬢さんは決して死んじゃいません。それは立派に語りでございますよ。あまりやり方が憎いので、普段にもなくあっしゃやってめりゃした。やばったいことを言うようだが、三日経たねえうちにきっとお嬢様を探し出してあげましょう。本当でしょうか親分。もし娘を助けてくだすったら、私はこの寝所を半分差し上げても惜しくはありません。万に一つも生きているものなら、どうぞ助けてやってください。大家の主人の貫禄を忘れて、治兵衛は畳の上へ手を落としてしまいました。あんなことをなすっちゃこれです。まあお手を挙げてください。それにあっしは欲得づくで飛び出したわけじゃございません。それはもう平常から親分の気性はよく存じております。家内にも聞かせて喜ばしてやりましょう。手を叩くと転がるよぼに音よ。様子は隣で聞いておりました。親分、本当に娘は生きておりましょうか。36、7の盛りを過ぎた女房姿ですが、昔はどんなに美しかったろうと思う音よ。少し取り乱した様子で平次の膝にすがりつかないばかりです。お疑いもあるようだ。こうなすってください。伝法院の門前にいる駅舎が
そのまま店を張っているようなら、あっしはこの事件から手を引きましょう。もしまた駅舎の監査部員が2、3日この方見えないというようだったら、何もかも語りの仕業で、お嬢様の身の上には万に一つも間違いはありません。こういう平地の言葉には自信が満ち満ちておりました。